カイルカードは、カナダ出身の俳優、レポーター。アマゾンプライムビデオで配信されている日本のドラマシリーズ、ザ・ベンザと、そのスピンオフシリーズ、ベンザ・イングリッシュでのカイル役として知られている。また、5時に夢中に、コメンテーターとして出演するほか、NHK ワールドのジャーニーズインジャパン、トレイルズ 2OEC 東京、東京 I2020 などの番組で、 レポーターとして活躍している。日本語は堪能で、その演技力で数々の賞を受賞した。カナダのブリティッシュコロンビア州で生まれ育つ。6歳の頃に見たアニメ映画のアキラで日本文化に興味を持つ。これがきっかけとなり、最終的にビクトリア大学では日本語を専攻した。2005年20歳の時に交換留学としてオービリン大学に在学し、 一年間東京に滞在した。日本の芸能界で俳優としてのキャリアを積むため、2011年日本に戻る。最初は、東京 MX の生放送情報番組、5時に夢中、で2年間レギュラーを務める。そして、NHK ワールドでは、ジャーニーズインジャパントレイルズツーツ記事、東京 i2020 の番組レポーターを務める。サイコブレイクニや、 デス・ストランディングなどのゲームに 3D モーション、キャプチャーパフォーマーとしても出演している。俳優としては NHK 教育テレビ AA o にレギュラーとして番組終了まで出演した。現在、カイルは Amazon プライムビデオのザ・ベンザとベンザ・イングリッシュにカイル役として出演しており、最近では同番組がベースになったゲーム版。 ザ・ベンザ RPG にもカイルの本人ボイスが収録されている。英語と日本語の両方で演技をするカイルは複数の賞にも輝き、特にザ・ベンザでは2019年に韓国を拠点として開催されたアジアウェブアワードのコメディ部門で最優秀主演団優勝を受賞した。また同年のニュージャージー州で開催されたニュージャージーウェブフェスティバルでは 共演者のクリス・マッコームスと共にベストオン、スクリーン・ケミストリーを受賞した。ありがとうございます。